はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。11時25分になりました。3月は12日ですねの火曜日でございまして、雨でございまして、これから大雨って出てますね、予報が。千代田区何度か出てないんですけども、この部屋は14度でして、今窓を閉めましたね。寒いわ。ちょっと冷たいですね。手がかじかみます。さて、昨日大幅に下げた日経平均ですけども、間もなく全引けなんですけどね、あと5分ぐらいですけども、マイナス218と、まあ、ちょっとは戻し気味なんですよ、これでも。38,444 という感じですね。なんでやろう。よう分かりません。ドル円は 147.17 と、まあ、この辺でうにゃうにゃですね。香港すでに空いておりまして、上げてますね。プラス135と調子いいやん。はい。原油78、昨日よりかは若干高いんでしょうかね。金先物2185と、ビットコインは1064と、1100万ぐらいいきそうですね、日本円でね。ドルウォン1312と、アメリカのですね、利下げ観測がやっぱし、ドル安につながっているような気がしますね。で、ここのところですね、お隣さんはですね、貿易黒字、貿易は経常黒字ということでですね、まあ、ウォンに対する安心感というのが出てるんではないんでしょうか。はい。さて、じゃあ本題をいきましょう。これは昨日のですね、お昼12時40分にニューズウィークに出た記事でございまして、短い記事なんですけども、前年比 61% 増、ロシア企業の倒産がますます止まらない、経済戦争ではすでに敗戦状態ということでして、ちょっと読みますと、プーチン大統領は年次教書演説でインフラや社会福祉を強化する方針を表明するなど強気だが、倒産件数の増加と増税でロシア企業は大ピンチ、今後も倒産件数増加が予想されていると、いう、まあまあリードですね。で、本文そんなに長くございません。ロシアで倒産企業が急増している。同国経済誌コメール3等が裁判所記録で確認したところによれば、今年1月の倒産企業件数は571件で、前年同月比 57% 増、2月は771件で同 61% 増だったと。まあまあ増えているということですね。その数は今後さらに増えると専門家は予想している。そんな中、ロシアのプーチン大統領は2月29日に行った年次教書演説で、インフラや社会福祉を強化する方針を表明し、企業への増税を示唆した。米ブルームバーグの推定によれば、年次教書演説で発表した6カ年経済計画の支出規模は、1,640億ドルということでございまして、これはいくらかと言いますと、日本円にしますとですね、24兆円ぐらいでしょうかね。6カ年ですから年に4兆円、まあロシアの経済規模は日本の4割ぐらいなんですね。だからそれを考えるとですね、日本だったら年に10兆円使うんやと言ってるような感じですから、まあ悪くはない政策ですね。でもそんなお金あんのという世界ですね。3月15から17日に予定されるですね、もうすぐやん、今週ですか。ロシア大統領選はプーチン勝利が確実視されており、次の任期6年に向けて布石を打った格好だと。まあ、選挙の結果はもう分かって、誰が当選するか分かってるんですけど、私はその投票率がね、どれくらいいくか。ただね、ロシアという国もね、どうも統計は信用できないですね。
だから前回並みの投票率で発表されるんでしょうね、きっと。ですね、571件は今月、今年1月のロシア、771件はですね、2月、今3月ですからもっと増えそうですね、61% 増えたと。で次のページにですね、動画がプーチン大統領の年次教書演説、これは多分本物でしょうね。街で市民と交流するときに、影武者が出るという話ですけど、はい、があります。これはまあ、あれでしょう。1ページ目を貼っておきますね。ロシアの経済が悪くなってるはずなんですよ。はずなんですね。でもなぜかその関連のニュースが少ないわけでしてですね。きっとロシア人たちもですね、西側のですね、メディアのインタビューにはあんまり答えていないんちゃうかなと。つまり、すぐバレますからね、今はネットで、ですね。だからですね、こう身を固くしてるんちゃうかなという気はします。ロシア人もほんの少数お話したことありますけど、ものすごいプライド高いんですね。だからこうロシアが下に見られるということを嫌うんですね、外国に。だから自分たちが困っているというような姿はあまり見せたくないんでしょうね。それにそのウクライナと戦争してますがですね、まあ、負けてるわけではないんでね、今のところまだ優勢というふうには言えなくもないわけでして、でロシアという国は基本的に、ね、西側に対するすごいコンプレックスがあるんですよ。特にアメリカに対しては、でアメリカには負けへんぞという気持ちが強いですね。特に年配者はそんな感じがします。もちろんですね、それは表向きの姿勢でですね、裏ではこっそり逃げ出してですね、バリ島あたりで金持ち遊んでるわけですけども、もうすごいらしいですよ、バリ島の、ロシア人の金持ちどもは。若い男は特にですね、ロシアにいると招集されるでしょう。なんかもう絶対帰れないっていう、そういう感じになってるみたいですね。ロシア国籍と日本国籍とダブルのですね、今高校生がいるんですけども、絶対母親がロシア人なんですけど、絶対返さないって言ってますね。返したらソウルじゃないと取られてしまうわけですね。特にこう日本人とのハーフなんですなったら取りやすいんでしょうね、ロシア人からすると。経済もね、相当悪いと思います。ロシアの経済ってっていうのはですね、基本的にエネルギー資源を外国に売った金で回してるんですよ。で、あれだけ広い国土ですから、なんと言いますかね、ロシア全土を覆うような流通の会社とかはないんですね、私の理解では。例えば、セブンイレブンはモスクワにあってもですね、ウラジオストックなんかは、まあ、なんも商品回せへんわ、みたいな、そういう感じになってるわけですよ。だから、ものすごくね、経済経営しにくい国なんですよ。でしかもですね、官僚機構は超腐敗してるんですね。だからあんまりその機能を果たしていないわけでして、あちゃこちゃ、あちゃこちゃですね、官僚組織は機能を果たしてなくても、ちょっと端っこの方行くと、インフラも整っていないらしいんですよ。で、基本的に秩序を守ってるのはマフィアなわけですね。そのマフィアも全国組織なんか作りようがないわけですよ。官僚組織でもですね、地方まではですね、なかなかこう命令が伝わらない国なのにですね、マフィアがですね、まあ、その全国マフィアがないわけです。いくつもの町で、町の中でマフィアがいくつかあって、そのマフィア同士が抗争しているというようなイメージがあります。なので、まあ昔の日本もそうでしたけど、行政が逆にマフィアを使ってね、なんて言いますか、治安を保ってるみたいなところもあるようでしてですね、まあ、要は国内ぐちゃぐちゃなわけですよ。でも今まではですね、なんとか石油収入で回してたんですけど、今その石油収入もね、今でもあるんですよ。インドや中国が買ってくれるんでですね、それをですね、ほとんど軍事ソースにこう注ぎ込まざるを得ないということになってましてですね、市民生活はだんだん苦しくなってるはずです。で、あとですね、中国との関係がどんどん深まっていまして、もう経済面では今中国にほぼ依存してるんちゃいますかね。だから昔はね、ヨーロッパ近いですから、ヨーロッパの企業がいっぱい入ってきて、いろいろヨーロッパの製品を売っていたんですけどもですね、今は劣化版、中国製のものばっかりになってるんじゃないかなと。で、まあ内容も
落ちてきてですね、徐々にこう苦しくなっていくと思いますよ。でウクライナの戦争がね、いや、プーチンが生きたまま終わった場合ですね、西側からの経済制裁が解けるようなことにはならないと思いますから、これからどんどんロシアは衰退していくんではないでしょうかね。で、来年トランプ政権が誕生したらですね、多分石油価格がガーンと下がるんですよ。バイデン政権がきれい事をやってですね、CO2 は何やとか、CO2 あかんとかって言ってるからね、これ石油価格が高いわけであってですね、でトランプ政権になったらそれを外しますから、そうするとガーンと石油価格が下がって、多分それが一番痛いんちゃいますかね、ロシアにとっては。そこで一気にロシア経済は急騰するというふうに私は予想しますけどね。はい、ということで、このニュースウィークのこの短いニュース記事のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。